はい、えー、ゆかです今回はですね、ワードプレスのインストールした後にいろんな設定すると思うんですけども、その中でもちょっと見落としがちな設定っていう部分があったので、ちょっと動画でね、お伝えしたいなということでお話ししていきます。ワードプレスの,の,あの立ち上げた後にですね、コメントとかつけてある方いらっしゃるんじゃないでしょうか。 今コメント欄にあの何の設定もしないと自分のあのワードプレイスの ID っていうのがね出てきちゃってるんですよでコメントに返事をすると自分の ID が表示されてしまうのでそこを変更しますまずですねダッシュボードからユーザー開けてもらって自分のユーザー名クリックするんですねそしてニックネームっていうのがあるのでそこをえ自分のニックネームに変えてもらうでブログ上の表示名 っていうのも変える。そうすると、こう、プロキー、プロフィールが更新しますよね。そうするとね、表示は、えー、今、設定していただいたニックネームに変更されるということなんですよ。なので、コメントのとこもね、もう今、ニックネームに表示変わってますっていうことです。なので、これ、設定ですね。ぜひともしてみてください。以上になります。ありがとうございました。